さて、正面にハーレー軍団、信号待ち、1対10、手振ったらどうなるんだろう、怖えな。よし、どうもー、あー、怖え。今日の動画はですね、これから YouTube や元ブログを始めませんかという動画になります。今日もよろしくお願いいたします。さて、元ブログ、 YouTube、 よく聞くワードだと思うんですけれども、やはりこの20代30代の方はこれから先がまだまだあるので、まあまあそのうちというふうに思われると思うんですけれども、やはり40代50代、バイクが好きな方、いろんな趣味を持っておられる方、 YouTube ってやってみたいなって思われてる方、意外と多いと思うんですね。私もその中の一人でありまして、45歳ぐらいから YouTube っていうのを始めさせてもらいまして、まあ最初はどんな風にやるんだろう、それこそ YouTube を見ながらですね、いろいろ調べさせていただいて、意外とですね、結論から言いますとめちゃくちゃ簡単にできます。そして意外とこれがですね、続けていくといろんな楽しさ、そしてやりがいに変わっていくんですね。そんな中で皆さん、 YouTube、 元ブログ始めてみようと思いませんか。まあいろいろですね、やる理由というのはもちろん多種多様あるんですけれども、まずはですね、トップ YouTuber さんたちを見ると、うわー稼げるんじゃないか、うわー儲かるんじゃないかななんて思われてる方多いと思うんですけれども、意外とですね、もうそれは一握りの YouTuber さんたちで、この YouTube で食べていくっていうのは基本的に難しいです。ただ私が YouTube をおすすめする理由というのはですね、もちろんメリットデメリットっていうのはあります。ただその2つを比べますと、メリットの方が私自身は大きく感じているんです。それでこういう形でバイクに乗るときはほぼこういう風にカメラを回させていただいて、友達といろんなツーリング動画を撮ったりとかですね、一人でぼーっと山の中へ走って、その時思ったことをボソッと喋るとかですね、そんなんで僕続けさせていただいております。一体何が面白いのっていうところなんですけれども、まあ私の一番大きいところはですね、やはりマネーです。冗談です。ですね、一番理由はですね、まあ例えば有名人さんっていてますよね、子役から始まって大人になってっていうね。でそういう人たちっていうのは小さい頃から大きい頃まで、大きい頃って言わないね、までやはりその人のこの映像が残ってるんですね。で昭和の人間はですね、昔はやはり写真だったんですね。デジカメじゃないですよ、普通の生写真ってやつですね。でそのどこどこへ遊びに行った時に家族で写真を撮るとかですね、基本的にそんなレベルだったんです。今私がこういう風に動画をアップさせていただいているのは、そのデータが全部残ってるんですね、 YouTube 側に。でじゃあそれを自分で見て思い返して、ああこんなことがあったなという部分も当然あるんですけれども、まあ実はですね、自分のですね、子供だとか、まあその孫だとか、まあデータ削除されてるかもしれませんけれども、いやうちのお父さんこんな遊びしてたんだな、うちのじいちゃんこんなバイクに乗ってたんだな、そしてうちのお父さんこんな考えでバイクに乗っていたんだ、こんな友達とこんな会話をしてたんだっていうデータが全て残るんですね。実はそれが僕の一番の理由だったんですね。まあいわゆる日記ではあるんですけれども、
自分でこういう撮影したデータをパソコンに入れててもですね、第三者が見ることなんていうのはほとんどないんですね。中間もゼロなんですね。例えば自分ですらこういう撮った写真動画っていうのはもう見ないんですよ。やはり動画編集をしてアップしてしまえばもうそれでおしまいなんですね。実際私の父はですね、実は42歳ぐらいで、事故で亡くなったんですけれども、自分の父親の年齢を私自身が超えて、うちのお父さん何して遊んでたんだろう、どんな人とどんなところに行ってどんな話をしてたんだろう、そしてどんな声だったんだろう、どんな姿だったんだろうって、やはり亡くなって年数が経てば経つほど記憶っていうのはだんだん曖昧になってくるんですね。それを我が息子がですね、ああそんなことを喋っててこんな声をしてたんだ、一人でこんな場所へ行ってこんなご飯を食べてたんだっていう動画をね見ていただけたら嬉しいかななんて思いました。それが YouTube を始めた一番最初の大きなきっかけでありました。二つ目の理由はやはりいろんな方とコミュニケーション、コミュニティが取れるっていうところなんですね。私実はお友達作るのめちゃくちゃ苦手なんですよ。その中でいろんなことがありまして、いろんな方が声をかけていただき、いろんな場所へ連れてってくれるんですね。それがここ最近すごく楽しくて、ずっとソロで走ってたんですけれども、やっぱり皆さん友達はいい、友達は多い方がいいような気がします。広く浅くとかですね、深く狭くとかいろいろ考え方はあっていいと思うんですけれども、でも皆さんとつながるということはSNS 上、YouTube 上だけでもですね、意外とね、おっちゃんになってから楽しいと思います。これから私も高齢者ドライバーというね、仲間に5年、10年、20年と経っていけば入っていくんですけれども、その時に仮にバイクに乗っていなかったとしましても、畑の真ん中でこうやってバイクのお話をしたりとかですね、いろんなことを相談したり、そういうことをやはり持つ時間というのは年を取れば取るほど僕大切だと思います。そんな中でね、皆さん YouTube というのは私の一つの糧になっておりますので、ぜひですね YouTube、 元ブログ、決して難しいもんではありませんので、これからやってみようかなって思う方、 YouTube に動画をアップして公開というボタンを押さなければ自分しか見れないデータになりますので、 YouTube 動画になりますので、そういう意味でまずは一回グダグダの YouTube で結構なので始めてみませんか。そして自分の日記、記録、そして次の世代にですね、大層なことを言ってますけれども、こんなことをしてたんやっていうね、バトンと言いますか、そういう意味で残してみてはどうでしょうか。今日の動画はですね、おっちゃんの寝起きのボケーっとした会話になります今日も一日よろしくお願いいたします。では皆さん、今日もバイク乗っておりますか。今日もよろしくお願いいたします。もちろん今から宮前 GO です。